春日萌香です。 79.5 FM ナックファイブファンタジーラジオ、インタマ379.5 FM ナックファイブ春日萌香がお送りしているファンタジーラジオ、この時間は春日と埼玉和市長大使の川内あやちゃんあやちが埼玉県内の興味深いスポットやイベントを実際に訪ねて取材、インタレスティングな埼玉の魅力を1ヶ月にわたってご紹介するインタマ3。今月ご紹介しているのは鶴ヶ島市。先週は己所鶴ヶ島道場で自分の世界観を楽しく表現する新感覚の書を体験。レポートをするのを忘れてしまうくらい夢中になってしまいました。今日は緑豊かな美しい庭を眺められる美術館のようなグリーンフィンガーカフェをご紹介します。グリーンフィンガーカフェに来ました。はい、こちらですね、私ずっと前からインスタグラムでよく見ていて、一度来てみたかったカフェなんです。とってもおしゃれですよね。もう外観から美術館のようなグレーのコンクリートのモダンな建物に植物がこう飾られているというね、そんな建物になっていまして、で私たちはね、こちらのお店に入ってくる前にイングリッシュガーデンを抜けてきたんですが、はい、そこのバラもとっても綺麗でしたね。でしたね。本当に外国にいるような感覚になりました。だけどところどころ風鈴が飾られていたりとかね、そんなね面白さもありましたね、中に入ってみると、まあ、ガーデニングで使うような様々なアイテムが売られているゾーンもありますし、もう少し進んでくるとね、またレンガ作りとコンクリートのグレーのおしゃれな建物のコラボレーションですよ。あとこちらはスコーンも有名なので、はい、スコーンがいろんな種類販売されてました、ありましたね、さあ私たちはどんなおしゃれなメニューをいただけるんでしょうか。ワクワク。さあ私が注文した厚切りベーコンのガレット、はい、いただいてみていいですか。はい、ぜひ。おすすめだそうですよ。こちらのガレットはそば粉 100% ということで、現在のものは北海道産だそうです。ではいただきます。お皿に乗ってるのは厚切りのベーコンが20センチくらい、厚さは1センチちょっとぐらいあります。ザ・厚いでかいベーコンドーン。その下にレタスやリーフなどのお野菜、そしてピザソースが塗られていまして、でガレットがこう四角く包み込まれているという、そんなプレートになっています。でこちらの丸いお皿の中にブロッコリーと半分に切られたプチトマト、そしてエディブルフラワーも乗っているという、とってもおしゃれな色とりどりのガレットになっています。ではいただきます。ガレットとお野菜とベーコンと一緒にいただきます。うん、そんなにガレット食べたことないんですけど、すごい香ばしくて、それにベーコンの厚みをギュッと感じられるので、野菜のシャキシャキとした食感も加わって大変美味しいです。さあ続いて私が頼んだのは桃のお姫様というクレープです。私の手のひら4つ分のお皿の上にクレープが乗っていまして、これでもかというほど桃がたっぷりと乗っかっています。他にはさくらんぼやブルーベリー、桃のジュレ、ラズベリーもトッピングされています。それでは早速いただきます。バニラアイスも乗っていますね。こちらは小麦粉とバターで作られたクレープ生地です。クレープ生地と桃とバニラアイスを一緒にいただきます。桃がみずみずしいです。こちらの桃は山梨県からの直送ということで、もう果汁たっぷりジューシーな桃です。でクレープはですね、もうバターと小麦粉の優しい香りがとっても美味しくて、ふわふわとした食感になっています。そしてですね、私が一緒に頼んだのがフルーツティー。想像していたフルーツティーとは違って、オレンジ色の紅茶の上にキウイ、リンゴ、
ブルーベリー、さくらんぼ、エディブルーフラワー、食べられるお花がトッピングされています。はみ出てるフルーツが本当ですね、パフェみたいな見た目ですね、うん、さあこのオレンジジュースのような色合いのフルーツティーいただきます。うん、これはもうジュース、フルーツの香りの奥の方に紅茶のふわっとした香りが楽しめるようなフルーツティーになってます。フルーツティーぐらい、そうそうそんな感じ、まさに美味しいです。いや、果物もお野菜もたっぷりで、優雅ですね、ね、幸せな時間ですね。はい、ガレットにデザートにフルーツティーにいかがですかね。こちらのグリーンフィンガーカフェのグリーンフィンガーとは、植物をこよなく愛し植物と共存できる人、植物から愛される人をたたえ表現する言葉だそうです。コースメニューもありますが、こちらは予約制になっております。では続きを聞いてみましょう。はい、ここからはグリーンフィンガーカフェ店長の清水さんにお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、私たちお料理もいただきまして、もう感動しました。いや、美味しかったね。え、美味しかったし、建物もおしゃれだし、お庭も綺麗だし、どうしてこういったお店ができたんですか？はい、ありがとうございます。私たちやっぱりガーデニングが主としてる会社でもありますので、お庭を楽しんでいただく、お食事も楽しんでいただくっていう空間を作りたいって思ったのがきっかけです。で、お子さんがいるお母さんだったりとかも時間がなかったりする場合もあるとは思うんですが、花を見ながら一年を通してその植物の変化だったりとかっていうのをお子さんと一緒に楽しんでいただいたり、大人の方もそうなんですけれども、お花のその姿を楽しみながらお食事を楽しんでいただくっていうのを目標にやっております。はい、ね、メニューもねすごい華やかでね、いや本当にお庭も綺麗でしたね。はい、ありがとうございます。このカフェの敷地内にはいい音がこのカフェの敷地内には様々な塔が立っていたんですが、はい、こちらはどのような塔なんでしょうか？はい、こちらの塔もですね、全部で、3つの塔があるんですけれども、主に2つですね、ベッド塔っていうお部屋と蔵のお部屋がございます。で、どちらとも予約制のお部屋ではございますが、なんとワンちゃんが一緒に楽しめるお部屋でございます。はい、ワンちゃんがいなくてもご予約していただければ、時間制ではありますが楽しめるんですが、ワンちゃんも一緒に入ってお食事ができるお部屋になっております。いやー、もうね、家族だもんね。一緒に食べたいよね。いや、本当ですね。お食事中も常に一緒にいたいですもんね。綺麗な花も一緒で、ね、最高ですね。ありがとうございます。本当にこのカフェのインスタグラムにタグ付けられているワンちゃんたちの写真がもうめちゃくちゃ可愛くて、今の時期だと桃のデザートがすごくおすすめなんですけれども、これから6、7、8月まで続く桃のデザートがこちらでも、そのワンちゃんのお部屋でも、もちろんお召し上がりできます。はい、でワンちゃんたちは浴衣を着て写真を撮ったりとか、今の時期ですととっても可愛くインスタグラムなどに上げられてるので、ぜひそういった方も来ていただければ嬉しいなって思います。いやー、ワンちゃんも可愛くて、お料理も美味しくて、お庭も素敵で、いや最高ですね。最高ですね。清水さん、ありがとうございました。ありがとうございました。店長さんもすごくお話が上手でね、物腰が柔らかで、はい、優しい方でした。こちらペットと楽しめるお庭の中の3つの塔は予約制となっております。カフェの営業時間は11時から夕方5時まで、月曜日と火曜日は定休日なのでお気をつけください。来週は来月8月4日に8年ぶりに開催される江戸時代から継承されてきた大迫力な行事をご紹介します。インタマ3は Spotify などポッドキャストでも配信していますので、ぜひチェックしてくださいね。